ちは柴田です。今回は Zoom の MS50G プラスと歪み系の実機を鳴らし比べていきたいと思います。まあ、これはねシリーズ第3弾ということで、第1回目はボスの GT1 で、第2回は Zoom の G14 でやってるのでね、ぜひそちらもご覧いただきたいなというところでございます。では今日のラインナップいきます。ブランド別に分けております。オーバードライブ、チューブスクリーマーですね、アイバニーズです。そしてボス代表の DS1 なんですけれども、今回技です。 MS50G プラスの DS1 モデリングにはモディファイモードがついているので、今回ですね技でいきたいと思います。そして MXR のディストーションプラスで、ラットですね、プロコラット2になってます。そしてで今回ねファズを入れます。ビッグマフです。こちらの5種を鳴らし比べていきたいと思います。まあ、Zoom の MS50G1 プラスね、賛否ございます。私もね若干辛口な動画をね上げさせてはもらったんですけれども、音自体はねめっちゃいいんで、ただただ僕が言ってるのは G24 を持ってる人は必要ないんじゃないかなと。だから G24 よりもね先に出してほしかったっすよね、というのが個人的な見解でございます。まずバイパス音、こんな感じです。でチューブスクリーマーからいきます。今回ね実機から鳴らしていきます。うん、いいですね、マイルドな感じ。ではズーム、よくできてますね。若干ボリュームを上げましょうかね。うん、実機。まあさすがにアナログだなっていう感じはするんですけど、ズームもかなりレベル高いですね。フロント。これ実機です。マイルドさがね実機特有かなと。ではズーム、めちゃめちゃいい、レベル高いっすよ。では続いてボスの DS1 ですね、実機からいきます。続いてズームですね。おお、非常によくできてますが、ノイズが若干やっぱ気になるところですかね。やっぱね、これ実機ね。でこちら。じゃあモディファイモードいってみましょうか。まあ、激しくなりましたね。実機です。実機のカスタム、もう一回ズーム、まあ、技をね意識したかどうかは不明なんですけれども、まあキーリーとかね何かしらのモディファイを意識してるんですけれども、かなりねいい感じっすよ。 MXR のディストーションプラスの実機、独特のギザギザ感を表現できてるか。こっちの方が太い感じがする。で実機です。
ル高いですね。ラットいきます。実機から、クリアな感じはする。あ、でもこれもいいな。若干フィルターを。ここ似てる。で、ビッグマフです。まあ、でズームいきまーす。実機やっぱクリアさはありますよね。若干トーン上げた。ありますね。という風な感じになりました。いかがでしたでしょうか。非常にクオリティ高いのが分かったんじゃないでしょうか。まあ、この間初めて MS50G プラスを使った時の動画を上げて、ちょっとね辛口気味ではあったんですけれども、音に関しては全然辛口はないんですよ。まあ、いろんな仕様であったりとかっていうところで G2 を持ってたらどうしても不要になってしまう、スペースの問題だけになってきますからね。で、逆にエフェクトの多さで言うと初期型の方が多いと。今お聞きいただいた通り、一個一個のクオリティは非常に上がってます。ぜひ Zoom G14 のね鳴らし比べも聞いてほしいんですけれども、それと比べてもね、やっぱね格段に上がってはいるんですよ。音の進化は本当に素晴らしいです。まあ、まだまだこれからね使い倒していろんな発見をしていきたいなと思います。 Zoom MS50G プラス、これからも楽しみでございます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。